助かった。どうにか逃げてくれ。無事に生き延びてくれ。いい加減にしなさいよ。どうしたんだ。おいおい、唯一の娯楽まで取り上げるつもりかい。娯楽？少なくとも暇つぶしにはなる。活字を追いかけてるとね。それとも僕の話し相手になってくれるのかな。あんた何とも思わないわけ。どうしてこんなもの読んで平然としていられるのよ。平然となんてしてないよ。僕だって怖い。だが恐怖に打ち勝つためにはまずそいつの正体を知らないとね。山に登るには山の本性を知っておく必要がある。それと同じことさ。こんな新聞に正体も何もあるわけないでしょ。偽物に決まってるんだから。偽物？昨夜は確か違うことを言ってたね。いたずらなわけがないって。うるさいわね。とにかく目障りなのよ。こんなもの私の前にちらつかせないで。まったく乱暴ですな姫君は。
無神経な男ね。神経が浮き上がってるよりはマシだろう。それよりも話し相手になってくれるんだろうな。冗談でしょ。雪だるまにでも相手してもらえば。ねえ、聖司、ちょっと手伝ってくれない？おっと、早速暇つぶしの相手が見つかったみたいだな。しに来たの？いや、ちょっとな。ごめんなさい。今あんまり人と話したい気分じゃないの。ほっといてくれない？そういうわけにはいかないよ。じゃあ何なのよ。何か言いたいことでもあるわけ？なあ、リン、何をそんなに怖がってるんだ？分かってるの？私が？ああ、そうだ。多分ここにいる4人の中で一番怯えているのはリンだろう。強がって見せてはいるが、それは本当のリンの姿なんかじゃない。本当のお前は誰よりも臆病で繊細で脆くて傷つきやすい。だからこそ弱い自分を守るために結界を張り巡らせてるんだ。どうしてそんなこと言うの？私のこと何でも知ってるみたいな言い方。だってしょうがないじゃないか。何でも知ってるんだから。大丈夫だよ、リン。怖がらなくても大丈夫だ。俺がついてるから。俺がお前のことを守ってやるから。何なのよあんた！この状況分かって言ってんの？
あんただって死ぬかもしれないのよ。なのに私をからかって混乱させて、そんなことして何が楽しいっていうのよ。何度も言ったと思うけど繰り返すわ、もう二度と私の前で悟るのふりなんてしないで。いい、わかったわね。何も。隊長、ヤマギ隊長来てください。財宝を発見したであります。何？財宝だと？どれどれ。おほう、これは素晴らしい、素晴らしい色合いの財宝だ。しかし青と白のストライプとは予想外だったな。こら、ユニ隊員、触っちゃいかん。罠が仕掛けられているかもしれん。罠ですか？ああ、そうだ、パクッとな、パクッとされる恐れがなきにしもあらず。でも隊長、こんなチャンスには二度とお目にかかれないかもしれませんよ。たとえ罠だとしても自分が犠牲に。バカ者、何を言うか。大事な隊員を危険な目に遭わせるわけにはいかんのだ。ここは隊長である私が全責任を負って。ひえ、隊長の死は部隊の死であります。自分には女房子供はおりませんので、悲しむ者は誰も。うるさい、そんなことを言いよって。貴様、さては財宝を独り占めするつもりだな。何をおっしゃるんですか隊長。自分はそんなつもりなど。お前らさっきから何言ってる。その言い方、もしかして勇気道くんかな。で、そんなとこでしゃがみ込んで何してんだよ。何って…お前ら気楽でいいよな。お前らのことを見てるとこっちまでそのペースに飲まれちまいそうだ。まあ確かにあっちに比べればこっちの世界は安らげるけどな。あっちは始終神経を研ぎ澄ませてなきゃいけない。誰が信用できるかもわからない。その点こっちは気楽でいいよ。あっちとかこっちとか何のこと言ってるんだ。いや、何でもない。続けてくれ。続けてくれって言われても。サトルだって一応女の子なんだから、膝閉じた方がいいんじゃないの。別に構わないだろ、見られたって減るもんじゃないし。それにな、どうせ閉じたって気を抜いたらすぐ元に戻っちまうよ。こればっかりは癖なんだからどうしようもないんだ。心に何か聞かれたら何度も注意したってそう言って。